不宗教本部不宗教は、散在する富士校を結集し1873年に、設立した富士人山校舎に起源を持つ、教派神道の一派である。閣行より始まる魅力派富士道の系統とされる。駿河国富士郡の浅間神社の感染初代偶児で、山梨県北口の浅間神社の社史も兼務した、志士の藩が、その偶児時代である1873年に、 各地の富士港を結集する、富士一山公社設立の運動を起こし、9月9日、吉田口から入山する魅力派、一山港を中心として結集し、富士一山公社となる。吉田口から入山する魅力派以外に、須走口、大宮口、村、山口、須山口などの富士公社派の包括を方針とした。関東の有力な富士港や吉田、須走の越が、 指導的立場に立った。1875年に、藤人山協会と解消。明治9年2月に太誇らを建立し、不層協会と解消。不層協会の基盤ができると、獅子の藩は、宮司などを辞任し不層協に力を絞る。1882年、不層協が、教派神道の一派として独立し、経典、不層協を刊行 1884年5月13日、獅子の藩が死亡すると、神宮教の神宮大麻、神宮歴の内紛があった際に、獅子野が尽力したため、神宮教の初代館長の田中頼りが、副総教官長事務取扱いを兼務した。1894年に、成長した獅子の剣丸が二世官長に就任する。富士山天配偶。ありがとうございます。